東洋水産株式会社は日本の食品会社、マ、ま、ルちゃんのブランドで親しまれている。モットーは、やる気と、誠意。2009年3月に、スマイルズ・フォー・オール、すべては、笑顔のために。の、コーポレートスローガンを制定した。1953年3月に、横須賀水産株式会社として、築地市場で創業。1956年7月に、現在の社名に変更。 当初は、社名の通り、水産物の取引及び輸出と加工食品の製造、販売が主体であったが、1962年から、マルちゃんブランドにて、インスタントラーメンの製造、販売を開始。即席麺業界では、日清食品に次いで、シェア第2位である。以降、インスタントの冷やしラーメンや、天ぷらそば、カレーうどん、即席ワンタンなど、個性的な商品も登場させ、 チルドレトルト食品なども製造、販売している。ラーメン、うどん、蕎麦などの即席麺の河川率に関しては、東日本以北で高く、西日本以南では低めである。特に北日本ではかなり高い河川率を誇る。1972年にアメリカで現地法人のマルチャンインクを設立。1976年から現地生産した即席麺を 北米大陸で販売しており、同地では日清食品と激しいトップシェア争いを演じている。1986年頃からはメキシコにもマルちゃん、インクから即席麺の輸出を開始し、1994年に発生したメキシコペソの大暴落でライバル企業が撤退する中で販売を継続して大きなシェアを獲得した。2006年現在、 メキシコでの即席麺に占める同社のシェアは約85%となり、さらにマルちゃんが早くにするといった同士とまでなっているとロサンゼルスタイムズが一面で伝えるほど現地では知名度の高いブランドとなっている。即席麺の通称名ともなっている。水産、加工食品以外では創業当初から続く冷蔵倉庫業務も引き続き手がけており、2012年、 現在約36万トン弱の冷蔵設備を保有し、シェアでは業界合意につけている。1950年代後半から60年代にかけて一時三井物産の子会社だった時期がある。関係で三井物産から橋本昭正が社長として昇平されたこともあり、現在も三井物産との取引が多く、三井物産食品グループの一社に数えられている。 東洋水産における味付けや商品展開の東西日本の境界線は関ヶ原であるとされている。静岡県内に製造拠点を持っていたこともあり、静岡県限定で発売された商品もいくつか存在する。2011年11月7日に全国にて発売を開始した即席袋麺のマルちゃん製麺は高めの価格設定にもかかわらず、 ネット上の口コミなどでその味が消費者の間で評価され2013年3月までの1年半弱で累計3億食希望小売価格をもとに計算した合計販売その他のグループ会社はウェブサイト事業所グループ一覧に詳しい創業時は築地市場の野号として丸の中に社名の読みの頭文字とと日の丸をモノグラム化したマークを使用した 数年間はこれを、車掌、商標としたが、幅広い層から親しみを得るため、現在の、マルちゃんマークを考案した。マルちゃんは、最初の野号に由来する、最初期のマルト、からマルト、マルトちゃん、マルちゃん、と変遷した。1986年3月に CI を導入して、マルちゃんマークに加えて、ランドオアソシエイツに制作を依頼した TS マークを採用し、6月に、 マルちゃんマークの衣装を小変更した。TS マークは1986年1月からテレビ CM で使用された。コラボレーション商品、編集ほか、赤い狐、緑のたぬきシリーズ、編集、いずれも、武田哲也と共演、ホットヌードル、編集、麺作り、編集、昔ながらのソース焼きそば昔ながらの小うどん、編集、四物語、編集、マルちゃん製麺、 編集、役所工事と共演、マルちゃん製麺カップ、編集、岡田純一と共演その他商品、編集関連人物、編集上記の番組だけではなく、様々な番組のスポンサーになっている。日高五郎賞、何でもかんでも三曲クイズでの提供読みは、マルちゃんでおなじみの東洋水産となっている。ユナイテッド航空のキツネラーメン高杉亮の、もゆる時は、同社と、 その創業者である森和夫をモデルにした実名小説である。その続編、ザ・エクセレント・カンパニー新、もゆるときでは、東方水産の高木良太郎社長となっている。さらに高杉は森の強い勧めで1964年東京オリンピックの招致に尽力したフレッドイサム・ワダをモデルとした祖国へ熱気心をを執筆した。ありがとうございます。